こんにちは。日本学術書道会の田村貴壇です。今日も担当者の茶掛けの前後辞典から前後を選び、その解説文を読んでから後でその前後を半紙に筆で書いています。今日の言葉は旭日発光を照らすです。発光とは四方と四隅転じて全世界全宇宙のこと。夜が明けて朝になり、世界中に朝の光がさんさんと輝いているということ。生命の誕生と躍動感を美しく表した語です。テーマから旭日発光を照らすを書いています。最後までご覧いただきありがとうございました。